何のハイボール？やります。あんこちゃんを起動しました。なんでキーボードにコンドームつけてんの？いや、コンドームじゃねえの。これちゃんと買ってきたんですよ、これ、アマゾンで。アマゾンでキーボードカバーを買ってきたの。ちなみに薄さが 0.035mm です。すごない？ 0.035mm やから、あれ、コンドームよりか薄いんじゃない？コンドームより薄いんじゃない ?0.0、あ、ダメだ。0.01mm がある。コンドームよくあれだ。あ、これす、え、ちょっと待って、これすごいんだけど、すごいの見た。コンドームに穴開けセット、できちゃったコンセットっていうのがある。なにこれ、怖え。なにこれ、とんでもないの見てしまった。とんでもねえのある、これ。なにこれ、これ画像載せようか、ちょっと。これちょっと画像載せるよ。これちょっと画像載せるよ。これちょっと画像載せるよ。違う、間違えた。画面キャプチャー。できちゃった、できちゃったコンセット、とんでもねえのこれ。マジキチガイじゃねえ、マジキチレベルだ。とんでもねえのこれ。とんでもないな、とんでもないのがある。怖っ。これ怖いよ、これ。これ怖くないですか、これ。なんか。ちなみに、今2時38分ですけども、先ほど3時間ほど、寝たんですよ。眠かったんで。寝たかったんで、寝たんですよ。ということで、ハイボールを飲みましょう。
クニッカのディープブレンド。ブラックニッカのディープブレンド。はい、完璧。目薬。これひどすぎるな、これマジで。これちょっとあれだろう、人格否定するわ、こんなの作ったやつ。シャレだな、湿度が。最近は人狼でレモンサワーにして飲んでます。 KKKOS さんいらっしゃい。あ、人狼っすか。レモンサワーはあれだね、安定の美味しさね。
もうレモンサワーも安定、ド安定ですよね。ド安定。ああ、空気が乾燥している。鼻が痛い。鼻から息すると鼻が痛い。タバコもアイコスにしました。アイコスにしたんですか？アイコスどうですか？美味しいですか？美味しくはないけど、慣れるとまあまあ、うん、アイコス、まあ俺個人的にはあのアイコスよりはあのベポライザーってやつがちょっと気にはなってるんですよ。ベポライザーね、あの手巻きタバコのシャグをあの詰めてまあ吸うみたいなやつ。ただあれも値段がまあ1万円近くするんで。まあ別にいいかなっていう感じはするんですけどね。ああ。乾燥対策でバスタオル濡らして干すといいよ。ああ。一応ね、加湿器つけてるんですよ。あの前買った加湿器、値段が3000円ぐらいのあの加湿器を毎日つけてるんだけど、あのお風呂場、俺のあのワンルームなんで、あの風呂があのなんだっけ、あのトイレと一緒なんですよ。で、風呂場はどうしてもやっぱ湿度が、あの、あれ、溜まるから、あの、換気扇つけてるんですよ。風呂場に換気扇つけて、まあ、カビ対策とかなんですね。してるんだけど、あの、換気扇回すとね、やっぱね、風がそっちの方に、結局外に出るじゃないですか。だから結果として外の風がこっちに入ってくるんですよね。風の流れ的にね。なので乾燥するんです。外がやっぱ今冬だから乾燥してるでしょ。で、あの湿度、うん、加湿器もつけてんだけどダメですね。換気扇消せばあのいいんですけど、換気扇消すのもあれなんだよね。だから対策として、あの風呂入ったらあのそこの
ユニットバスの、扉を開けといて、で、そうすると、部屋中にね、湿度が行くんで。まあ、そういうのはしてます。あと、さらに、あれですね。エアコンとかつけると、さらに乾燥するんで。なるだけエアコン使いたくねえです。ブラックニッカリッチブレンド？あ、これあれですね。ディープブレンドです。で、最近分かったんだけど、タバコ吸うとね、すげえ体が冷える。体がっていうか手のあたりから冷えるんですよ。俺もともと冷え性なんだけど、タバコ吸うとな、やっぱ明らかに冷えるんだよ。ここら辺とか手のあたりとかバーって。冷えるんですよ。じゃん。そこで、こちら、ダイソーで買った、ね、化粧水。手がとにかく乾燥するから。結構ダイソーも、いろいろ、化粧水売ってますんで、保湿のね。うん。ダイソーの化粧水は安いんで、コスパがいい。ハンドクリームとか嫌いなんで、俺。すげえ嫌いなんだよ、ハンドクリーム。ハンドクリームベタベタするの嫌いで、もうダメなんですね、あれ。大嫌いなんですよ、ベタベタするの。で、化粧水ってやっぱり結構めちゃくちゃ使うじゃん。使用量が、まあ女性だったら特に多いじゃないですか。で、やっぱビチャビチャ使うのが一番いいんですよ、こういうの。化粧水とか。だから、コスパってか値段として安いのがやっぱ一番、いいんです。まあ、Amazon とかにも当然売ってるとは思うんだけど、化粧水ね、多分割と値段すんだよ。化粧水ググりましょう。ほら、うわ高え、2000円とかする。化粧水2000円とかする。あ、でも安いやつだったら割かし安いっぽいな。ハトムギ化粧水スキンコンディショナーだって。ラキストどんな味だったかな、美味しい。うん、ラキストはね、12個目さんいらっしゃい。ラキストはJPS とか、あとあれです、マルボロの味ですね。似てる。
ただラギストが、まあ最近値段上がって500円になりましたからね。値段500円になったからな、これ。なるほど。で、あの JPS。こちらが値段が460円なんで、まあ40円安い。で、個人的には JPS の方がうまいと。なんで、丸ボロは420円だかするでしょ。高いんですよ。420円ぐらいすると高いんで。あ、ダメです。丸ボロうまいよね。ああ、丸ボロうまいんだけど。丸ボロうまいんですけど。見えるのは確かな。でも意外と安いな。あ、意外と化粧水安いわ。アマゾンで。下手したらダイソーよが安いよ。焼酎と炭酸を買って割るのと缶を買うのとどっちが安いと思う？どっちが安い？いや、それは当然焼酎と炭酸でしょうね。終了まであと5分になりました。延長しました。30分延長しました。それは当然。当然ね。そっちの方が安いとは思うけど。まあ結局うまいかまずいかだから。いやだから別にうまいんだったらそっちの方がいいんですよ。焼酎と炭酸と、あの、レモンジュースとか、で割ってうまいって思うんだったらそれでいい。そっちの方が安い。で、缶もうまいって言うんだったら別に安い。いや、俺ちょっと焼酎と炭酸割ってさらにレモン入れて飲んでもあんまうまくねえわって人だったら別に、あの、ボーカレモン使ってます。うん。そっちの方が今確実に安いでしょうね。圧倒的に。圧倒的に安いとは思うけど。
わかった、そうするわ。うん。化粧水に凝ってんの？ん？いや、凝ってはいないんだけど、いやでも意外と安いなと思って、 Amazon も意外と安いやつ売ってんなと思って、ダイソーもね化粧水は安いは安いんだけど、ダイソーの化粧水も安いんですけど、はいないんだけどさ、夏は肌水で十分だわ。夏は肌水ってね、肌水のやつ。ああ。資生堂の肌水。肌水。肌水。あ、本当だし、資生堂。ああ。ちょっと高いですね。化粧水なんてもうバンバン使うようなもんだから、値段が安い方が絶対いいんですよ、間違いなく。グラム単価的なね、グラム単価が安いのが一番いいんですよ、バンバン使うようなもんだから。で、しかも、ぶっちゃけ使ってもあれでしょ？冬ぐらいしか使わねえじゃん。一年で、冬の時しかまあ使わないんですよ、どうせ。肌水は量多くて安いと思うけど。ああ。まあだから、そんなに使わねえんすよ。どうせ。どうせそんな使わねえんだって、ぶっちゃけ。肌水は3年ハモったわ。ああ、どうせ使わねえんだって、こんなの。どうせ1ヶ月じゃあ、冬の間だけやろ、4ヶ月ぐらいしか使わへん、どうせ。だから、もし大量のやつ買って、本当にやばくないだよね。大量に買ったらさ、万が一、うわ、これ合わねえわ、みたいな。なるのがちょっと怖いっすよね。肌に合わなかったりするとね。やっぱ嫌じゃん。俺、ヒゲ剃りの後に、26個目さんいらっしゃい。あ、無印か。いや、無印は高いんだって。無印良品はね、あれ高いんですよ。あれ、普通になんだ。
無印あれ使ってんの、あの金持ちだけだろ、あれ絶対。あれ無印って高いんだよ。あれ使ってんの絶対あの金持ちしかいないわ、確実に。めちゃくちゃ高い、なんでも。だから俺なんて別にダイソーで十分なの。俺みたいな人間は。ダイソーで十分なの。で、今までほらニベアとかさ、ニベアクリームとかさ使ったことあるんだけど、ダメなんですよあれ。ヌルヌルするの嫌いなんだよ、手がベタベタする。ヒゲ剃り後にさ、アフターシェーブローション的なの使うじゃないですか。あれもあんま嫌いなんですよ。あれも嫌いなんですよね。俺あのヒゲ剃り両刃カミソリでやってんだけど、ダメだな、あれ。あれもちょっとダメだな。馬油とかいうの使ったことあるけど、くせいのなんの。はあ。確かにあれだよね。ヒゲ剃り後は化粧水でいいと思うわ。なんかいわゆるその市販のさ、マンダムとかさ、ああいったアフターシェーブローションは、あんまり俺、合わねえんだ。だから化粧水でいいと思います。俺もいろいろ買ったんですよ。アフターシェーブローションもいろいろ買ったんだけどね、買ってね、使ってね、全然ね、ダメなんだ、あの感じ。あれダメなんだ。痛え。しかも痛え。痛い上に、その、口の周りでしょ、ヒゲって。アルコールみたいな、なんかするじゃん。あれが嫌いなんだ。確かにヒゲ剃り後はあれだな。特に何も感じない、その化粧水で一番いいと思う。あそこらへん買ったの完全に失敗だわ。アフターシェーブローションはね、あれね、ダメです。だから基本的に敏感肌なんで、結構カミソリ負けとかするんで、
だって電気シェーバー使ってもあれカミソリ負けするからな、俺。弱すぎて。肌が弱すぎて、カミソリ負けするんだ。逆に両刃カミソリの方が、カミソリ負けしないんですよ。電気シェーバー使うとヒリヒリすんのよ。ヒリヒリすんのね。両刃カミソリはか、あの、ちゃう、あの、電気シェーバーは簡単でいいんですけどね。うん。簡単なのはいい。手軽にできるんでいいんですけど。ただ、カミソリ負けするんで、まあ、両刃カミソリ使ってますけど。両刃カミソリは、まあ、安いは安いっすね。ダイソーにも両刃カミソリ売ってて、あれが個人的に一番、好きなんですよ。100円でね、10枚入ってんだよ。いわゆるさ、カミソリなんていうんだっけ、高えやつな。ああいうのはね、買え場が高すぎるんで、ダメなんですよ。で、ダイソーだと、両刃カミソリが10枚で100円で売ってるんで、で、その10枚がどんぐらい持つかっていう話なんだけど、とんでもなく持つんですよ。とにかくむちゃくちゃ持つんだ。100円でね、10枚入ってて多分1年余裕で持つんですよ。買えばだとね、1年余裕で持つんだ。で、しかもダイソーにも、カミソリ、両刃カミソリの本体が売ってるんですよ。あれは非常に俺が、まあ、かなりお気に入りですね、あれ。ダイソーのカミソリは、その両刃の替え刃はすげえマイルドなんで、俺肌弱いんで、マイルドなのが一番いい。で、その、本体。両刃カミソリの本体も、ダイソーで100円で売ってるんですけど、本体にも寄ってくるんですよね、その、マイルドさが。で、ダイソーの両刃の本体はすげえ、反り心地がすげえマイルドなんで、めちゃくちゃいいんですよ。あ、そこにあるわ。見せようか。あ、これです。これが、ダイソーで売ってるこれプラスチックのやつなんだけど、ここに両刃をパカって入れて、で、こうやってはめて、回して、こうやる。うん。で、俺がよく使ってんのが、いつも使ってんのはこれなんです。
これ。これが値段8000円ぐらいするやつ。8000円ぐらいする、あの、結構、質量感のある、まあ、高いやつ。高いやつ。この、こういう感じで。ここにはめて、ここでキャッてやって、こう。こうやる。まあ、これ8000円ですけど、こっちは100円ですからね。両刃カミソリって結構、皆さん、敬遠するしがちだと思いますけど、かなりおすすめです、これ。これおすすめ。めちゃくちゃいい。超おすすめ。俺のあのブロマガにも書いたけど、超おすすめです。今度買ってみようかな。ただし、その両刃カミソリのダイソーのやつは、さっき見せたプラスチックのやつは、割とでかい店舗じゃないと売ってないんで。まあ、それぐらいですね。近くで売ってないってなったら、ヤフオクで買った方が早い。ヤフオクで転売してる人がいるんで。転売してる人がいるんで。電車賃とかを考えるんだったら、4枚刃は4枚刃よくは反れます。ただ若干扱いが難しいんで、4枚刃だと結局その替え刃自体がすげえ高えじゃないですか。替え刃が高えんだ。で、しかも、大して、深剃りできないんですよね。で、両刃カミソリは、深剃りがしやすいっていうか、深剃りするっていう。すげえ。うん。いや、俺も、ヒゲ剃りはほとんど、やらないですよ。3日に一遍ぐらいしかヒゲ剃らないですけど、これは超おすすめ。ダイソーの100円ショップ、ダイソーの100円で売ってる、これですね。これです。ドルコのダブルエッジってやつ。これがすげえおすすめ。初心者、両刃ってやっぱ扱いが難しくて、割と、ヒゲ剃ってたりすると、これで剃ってると結構切れたりするんですよ、慣れないうちは。でもこの100均のダイソーのやつだとほぼ切れないんで、絶対安全です。ほぼ間違いなく切れないです。俺相当肌弱いけど、これで切ったことないもん。切ったことない上に、肌に優しい上に、深剃りができるんで、はるかに。4枚刃よりはるかにできる。だから最初に順剃りして、上から下にバーって切る、剃るじゃないですか。で、その後に、下から上に、こう、逆剃りする。
まあ、あとは一つ欠点としては、いわゆる、泡のやつ。フォームがいるということです。このままでは剃れないんで、髭のところに、泡のフォームって売ってるじゃないですか。で、あれをこう、バババって塗って、で、これをやると。まあ言うてもフォーム自体もクソ安いんで、何の問題もないですけど。まあこれ自体にもうすでに2枚入ってるんで、替え刃が2枚付きなんで。石鹸じゃダメ？あ、石鹸でもいいっすけど、まあ個人的にはあんまりおすすめはしないですね。市販のフォーム、ひげ剃り用フォームで、それも多分ダイソーに売ってるんですよ、100円で。なんでまあそれとそれで値段的には非常に安いんで。まあ100円なんで、これもし合わなかったとしても、いつもめんどくさいから風呂の時石鹸で剃ってるわ。合わなかったとしても100円ですから。そんなに試すにはもってこいです。安いもんね。で、だんだんね、ヒゲ剃るのが楽しくなってくるんですよね。この両刃カミソリ使うとね、本当にね、ヒゲ剃り自体が楽しくなってくるんですよ。で、俺それもう2年前ぐらいにすげえ楽しくなっちゃって、いろいろさっき言った金属製の8000円ぐらいするやつも買ったりとか、いろいろ高いやつも買ったりしたんですよ。8000円とか7000円とか、やつ、いろいろ買って試したんですけど、まあ、それでさっきの今の、金属のやつに落ち着いてる感じあります。カミソリって初めて知ったわ。知らないでしょ。最近の人知らないですよ。このダイソーの、ここの、これカミソリなんですけど、刃ね。これ自体がすげえマイルドなんです。で、さらに、この。外国の文化なんかな。うん。外国ですね。で、これ自体も、すごいマイルドに剃れるっていう、その、ホルダーなんです。なんで、マイルドに剃れるのが2個合わさってるんで、まあ、超マイルドです。これは、おすすめ。これ絶対買った方がいい。ヒゲ剃り楽しくなります。ダイソーで売ってなかったら、ヤフオクで多分、2、300円ぐらいで買えるから。ググれば。これ楽しいっすよ。これは楽しい。
ダイソーのヒット商品だね。そうっすね。俺のブロマガにもいろいろ書いてありますけど、昔書いたんで、よかったら、今 URL 貼りますんで、これかな。ハットブス、ジニコビデオジプサケリケユッキブロマガー139,778。まあ、ここでも紹介してますけど、とにかく、かなりおすすめということです。うん、かなりおすすめです。で、あとは、おすすめなのが、フォーム。カミソリの、剃るときの泡のやつ。あれの中で俺が一番おすすめすんのが、Amazon にも多分売ってる。カミソリフォーム。で、ググって。と出てくるんですが、本当にね、めちゃくちゃハマったからね。今もハマってるけど、すげえよ、面白いんだこれ。これがすげえいい。この変なおっさんが、変なおっさんじゃ、イケメンの人がいるやつなんだけど。終了まであと5分になりました。延長しました。30分延長しました。これが、これの商品名がこれです。チック、スチック、薬用シェーブガード、シェービングフォーム、ダブルパック。これが超いい。これが超いいですね。これが値段が、2個入りで、1150円。まあ1本50、500円ぐらいですね。これがクソいいんで。とんでもないです。まあこれ割とメジャーなんで、そこら辺のドラッグストアにもまあ売ってます。これはすごい。いろいろ使ってきたんだよこれ。シェービングフォーム。そん中でもね、これが最強です。俺一押しの、シェービングフォーム。本当にいろいろ買ったけど、これが一番、肌に、ものすごい優しい。割とね、シェービングフォームっつうのは大体何でもいいだろうみたいな感じの人いますけど、全然違います、これ。全然違う。いや、ダイソーのシェービングフォームとかでも全然いいですけどね。いいはいいんですよ。まあコスパ的に考えればまあいいんですけど、でもやっぱりね、これの方がはるかにそれます、ね、
優しく剃れる。肌が、あの、敏感肌の俺でも、すごい、あの、剃れる。いや、深剃りができて、なおかつ優しいってやつですね。俺も凝り性なんでね、一回ハマるとね、もうな、めちゃくちゃハマっちゃうみたいな人間なんですよ。凝り性なんだ俺、何でもかんでも。バカなんですよ。簡単にはバカなんですよ。だってさ、未だにさ、両刃カミソリなんてさ、使ってるやつさ、ほぼって言わないけど、あの、今だったら普通 T 字カミソリって言って、ね、そういうのがあの、売れてるじゃないですか。それなのにお前、未だに、両刃カミソリ使ってるやつって、そうそういないから。あ、これ、このジレットとかさ、これ、これクソ高いねん、このジレットとか、クソみたいなメーカー。これ。ジレットのなんとかかんとか、全然高いだけの、あの、クソ商品ですよ。いや、当然これも買ったんですよ。うん。全然ダメです。クソです。そってはっきり言うわ。クソってはっきり言える。これダメです。これダメなやつです。これこういうやつ、これ系のやつだ。ああ、技術はいるよ。少なくとも間違いなく技術はいるんです。あの、普通に、あの、俺みたいな敏感肌だと、あの、余裕で血出ますからね。前、あの、血だらけになりましたから。ただダイソーのあの先ほど紹介したやつで、あの、まあ血だらけにはならないです。あれは本当にマイルド中のマイルド。なんでまあ間違いなくカミソリ負けをすることはほぼないでしょう。血が出ることもまあ初心者だったら血はちょっ と出ると思うけど、すぐ止まるわ。あのね、あの、さっき言ったけど、ホルダー自体が、あの、すげえ、あの、なんていうの、キックが強いっていうか、のもあるし、あとその両刃のカミソリ自体がすげえパンチが来るやつとかもあるんです。パンチが来るやつとかね。だから、まあそれは、いろいろ、あるんですが、だからとんでもなく切れるやつとかあるね。とんでもないその技術がいるやつとかある、ね、深剃りはできるんだけどね、あの、ただしめちゃくちゃ切れるってやつ。
めちゃくちゃ切れるってやつ。何が切れるかって、肌が切れる。初心者は使ってはいけないっていうレベルのやつがあります。今から紹介しましょう。これは絶対に使うなっていう、あのやつね、紹介しますよ。Amazon で両刃カミソリで検索すると出てくるのが、大体上位に出てくるのが、こちらです。これは初心者は、これはあの使わない方がいい。初心者向けじゃないんで、これ絶対使わない方がいい。これは初心者向けではない。絶対あの大変なことになるんで、これは上級者向けです。フェザーっていうあの有名なカミソリ会社のこのポピュラーってやつですね。これがあのとんでもないあの上級者向けなんで、値段がちなみに、828円です。828円ですね。俺初心者の時これ使って、あの血だらけになって、あの血があの1時間ぐらい止まらなかった時がある。そこまで切ったやつ、そこまでなったから。これはね、すげえね、あの切れます。上級者向けです。これなんで上級者向けかっていうと、このポピュラーっていうこの本体自体が、あのすげえ切れるタイプの本体なんですよ。いわゆるパンチがある本体で、なおかつここに付属しているこの両刃カミソリの2枚って入ってるんだけど、このフェザーのここにあるカミソリがですね、これもまた超切れる。なのでこれは扱いがものすごい大変です。危険です。とんでもない危険です。初心者は初心者におすすめなのはね、やっぱりダイソーのやつが一番おすすめです。間違いないですね。ポピュラーはね、もう未だにね、これ使うとね、俺のね、肌の弱さだと確実にね、出血する。確定です。出血が確定。で、Amazon とかにもこれいろいろあるんですよ。こういうのとか。人気な。これも持ってるんですけど、これが6800円。これ高いんです。高いんですけど、まあいろいろあったりするね、これ。両刃ホルダー。奥が深いんです。すげえ奥が深いんだ。だからガチ勢とかになると、こういう石鹸があるんですけど、こう床屋行ったことあるでしょ。床屋行った時にこうシャカ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 ってやって、ヒゲ剃りのあの毛みたいなやつ、なんていうの、あれ何の毛だっけな、豚の毛のやつでバーって泡立てて、でこうヒゲ剃ってくれるじゃないですか。あれをやってる。ガチ勢とかはあれをやってますか。日常的に結構ガチ勢がいるんですよ。
特に2チャンネルとかに、よくあるのが、ものすごい、ガチ勢だらけ。うん。これ深いですよ。このね、両刃カミソリ界はマジで深い。ただ、こういうのは、値段が非常に高いんで、こんな6800円とかするじゃないですか。これちなみにさっき俺が見せたのはこのメルクールの両刃ホルダーってやつ。これが6800円です。これさっきは俺が見せたやつ。これが俺が日常的に使ってるやつなんだけど。まあ値段が高い。なんで、まあ、初心者は、まず絶対に、ダイソーの100円のやつから始めた方が絶対に確実。こういうのですよ。ほら。こういうやつ。これガチ勢はこういうやつ使ってますから。こういうの。俺ぶっちゃけめんどくせえから、フォームで。缶のやつ、さっき見せた缶のやつね。使うけど。やっぱね、両刃カミソリ界はね、すげえ。散髪屋やん。そう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 。いや、いいでしょ。こういうの、マジでやってるやつ、結構いるからな、こういうガチ勢。ガチ勢。こういうのとか。豚ですね、確か。豚のこの毛がすげえいいらしいんです。豚の毛が。豚だったよな。違う、アナグマだって。この毛にもまた種類があって、ね。これは多分アナグマ毛って書いてあるけど、これ確か一番いいのが豚の毛とかじゃなかった。あ、さらに、ここまで来ると最強になるんだけど、これです。スーパーガチ勢、これ。これ使うから。これが値段5620円。これ、スーパーガチ勢。1枚刃のやつ。これがガチ勢。ここまで来ると、もはや、趣味の領域じゃない、散髪屋のレベルになる。すごいぞ。両刃じゃなくて1枚刃だからね。面白いぞ。両刃カミソリ界マジで面白いから。すげえ男だったらカミソリね、剃るのが楽しくなるからね、やった方がいいです。本当に。うん、間違いなくやった方がいい。と、俺は思います。だから、絶対、こういうの高いのいきなり買ったらダメなんですよ。絶対。徐々に上達していくから、だんだん。自分で大体分かってくんねん。剃るあれが。剃る加減とかが、なんか、ミスったり、最初初心者だから、すげえ、切ったりするじゃないですか。初心者だから、ね。切ったりするっしょ。そういうの体験してね、だんだん上達してくるんです。自分の千人千通りあるから、100人100通りあって、その自分の肌っていうのが、絶対他の人に当てはまらないんで、自分でその、髭の特徴というか、毛の向きとか、もう自分で、経験していくっていう。こういうのやるとすげえ楽しい。だから、ダイソーで絶対初心者っていうか、まあ、絶対初心者の人、今まで両刃カミソリやったことない人、絶対ダイソーのやつを買え。これはもはや命令だ。あれ以外買うなよ。絶対後悔する。
最初、何事も最初は肝心なんですよ。最初に悪いイメージがつくと、それ以降絶対、やんなくなるから。悪いイメージがつくと、ダメなんです。だから、俺がおすすめする絶対。これは間違いないってやつ。ダイソー。100円で買える。ただし、販売店が、多分、大型店舗とかにしかない。で、もしくは、もしくはじゃない。そのダイソーに行く、その送料っていうか、電車賃とかがかかるから、電車賃とかほら、かかったりするでしょ。そういうのが嫌なんだったら、ヤフオクで買え。ヤフオクで多分500円以内で、送料込みで500円以内で売ってる。そっちを買った方がいい。その送料がかかるのが嫌だったら。送料とかガソリン代とか時間とか無駄にしたくなかったら。だって、売ってねえんだ、実際。レア商品なんですよ、割かし。両刃カミソリあれレア商品なんで、ぶっちゃけめんどくせえやつはヤフオクで買った方がいい。ヤフオクで、ダイソーのあれ、ググれば出るわ。で、あとは、YouTube とかにも動画あるんで、カミソリの、その、両刃カミソリの、ヒゲス。100均ないです。ない。ダイソーだけです。だから、まあ、絶対、ダイソーのやつを買った方がいいです。間違いなく。あれはまず切れないわ。俺ほどの敏感肌でも切れないんで、血がほぼ出ないです。絶対ほぼ出ないです。まあそれでも俺出るんだけどね。俺すげえ敏感肌だから出るんだけど、本当に売ってねえわ。多分相当レア商品ですね。だから大型店舗、まあ近くにダイソーがあったらそれちょっと回ってみて、おそらく多分ないんですよ。結構な確率で。うん。まあ、主にだいたい大型店舗にしか置いてない、もしくは大型店舗にすら置いてない場合が結構ある。まあレアなんで、まあ、そうっすね。これが面白いんだ、この両刃のさ、カミソリのこの面白さはさ。俺すげえ、さっきも言ったけど、ハマるとハマって、ドツボにはまる人間だからさ。すげえ持ってるぞ、俺マジで。YouTube の動画とかで反り方講座みたいなのあるんで、反り方講座っていうか、ね、反り方とかを載せてる動画とかいっぱいありますんで、まあそういうのを参考にしたりとかしてもいいと思います。俺のスーパーコレクション見る？これ自慢だけど、俺マジで持ってるから。凝り性だからね。凝り性だから俺めっちゃ揃えた。
こちら、先ほど紹介したあのフェザー。これが上級者向けのやつ。で、これ海外のドイツの6800円ぐらいのさっきの値段が高いやつ。こちら。これはミューレっていうメーカーのやつですね。ミューレっていうメーカー。まあ今全然使ってないんだけど。こちら3個に分かれる。部品が3パーツに分かれる。タイプ。そのフォルダーにもよってくるからね。フォルダーにもよってくるんだ。で、さらに、こちらも値段7000円ぐらいのやつ。これ。これが、一応、恐ろしく、切れるタイプ。これは超上級者向け。先ほどと意外といろいろ違うんです。見た目は同じようなもんだけど、全然違うの、これ。半端なく切れる。さっき言ったこの上級者向けっていうのはあったけど、これよりさらにスーパー上級者向け、これガチでしか使わない。これで切ると、これでやると、もう、肌が、俺のレベルだと、もうボロボロになる。血がまず止まらない。大変なことです。そして、こちらが、韓国の、両刃。これもまあ、これ3000円ぐらいだ。あれ？ここじゃねえ。どこ行った？あ、これです。こちら。こちら3000円ぐらい。こうやると観音開き。観音開きタイプ。観音開きタイプ。で、その他、これがまた面白いの。こういった、いわゆる、カミソリ自体が、いろいろ、世界にいろいろ売ってるんで、こういうのをいろいろ揃えたりとか。そのカミソリによっても、変わってくるから、切れ味とか当然。これが、すげえいっぱいあります。めちゃくちゃあります。めちゃくちゃある。これが。これがとんでもないよ。凝り性だからいろいろ買ったんです。面白いぞ。これマジで。こういうのとか。ほら。こんなにいっぱいある。これは全部替え刃です。買えばだけでこれいろいろあるの。まだ未開封のやつ大量にある。っていうね。こういうのが面白いんだ。マジで。こんなにも売ってるの200円を勧めるってことは相当クオリティ高いんだろうな。ああ、クオリティ高いっすよ。クオリティが高いっつよりは、すげえ初心者向けっていうことです。クオリティは、あれ結局ほら、部品が、プラスチックじゃないですか。まあ、100円だからね。プラスチックなんですよ。プラスチックなんで、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないです。だけど、プラスチックだからって、すぐ果たして壊れるかっていうと、全然壊れないんで。全然壊れないんですよ。全然壊れないから、本当に。プラスチックだからって、じゃあ、脆いかって話。脆くねえんすよ。
だからプラスチックだからっつって、うん、プラスチックだからっつって悪いかっつうと、あの全然そんなことはない。全然そんなことないですよ。で、さらにここから裏技です。ここからあのスーパー裏技、これ裏技を紹介しましょう。俺みたいな超敏感肌の人間はですね、超敏感肌の人間はそのさっき言ったダイソーの超初心者向けのやつでも切ったりするんです。力入れたら切ったりとかするんです。じゃあ切らないようにするのはどうすればいいか。答えは意外と簡単。これ裏技。俺が発見したやつじゃないですけど、ここで腸の裏技があります。なんと超敏感肌の人間、それでもやっぱ切れるって人は、まあこれがさっきのダイソーのやつだと思ってください。こちら、これ2枚あります。これもダイソーの、あの100円で10枚のやつ。これ両方すげえマイルドなやつ。これを2枚重ねます。延長しました。30分延長しました。これを2枚重ねるんですよ。形が同じなんで重ねられるんです。重ねてセットする。これだけ。1枚より2枚の方がマイルドに反れるんです。事実、俺はいつも2枚で剃ってます。肌が弱いんで。肌が弱いんで、いつもこれで2枚装着して、やってます。2枚にすると、まあ、いわゆるあれですよ。さっき言った4枚刃とかさ、あるでしょ？ジレットの。1枚刃よりか4枚刃の方が、肌に優しいんです。それと同じ理屈ですね。だから、2枚重ねてやる、こういう方法があります。これは事実非常にマイルドになります。うん、非常にマイルドになります。まあ、あとは、使い終わったら、これも重要なんですけど、水、これ鉄じゃないですか。あ、それ逆です。4枚刃の方がただ当たりが弱いだけで、逆に反れないです。うん、だから究極言ったら、この1枚刃、この両刃のカミソリの1枚刃で反るのが一番深剃りができるんです。で、あとメンテナンスですね。メンテナンス、これを使いました。ね、だいたい風呂場で剃るじゃないですか。で、剃り終わったら、ティッシュペーパーに、重ねて、これを、これ鉄ですから、錆びるんですよ。だから、ティッシュペーパーで水気をパパパッと拭き取って、乾燥させる。なるだけ水気を
すぐ取って乾燥させるっていうのが重要です。これをしないと切れ味が非常に悪くなる。悪くなるどころか逆に切れるようになる。よく言うじゃないですか、包丁は錆びてる包丁の方が危ないって。よく切れる包丁の方が危険じゃないって言うでしょ。それと同じです。包丁は錆びたりしたらダメなんですよ。よく切れねえなーっつって力入れるでしょ。で、あっってなってバッて切ったりとかするでしょ。あれと同じ理屈で、とにかく湿度が高いところに長期間置かずにしっかりティッシュペーパーでしっかり保管すると。こうティッシュペーパーを重ねて、そこの中にこう、刃を、両刃を入れて、こう、蓋をして水気をこう取ると。で、それでちゃんと乾燥させる。まあ、自然乾燥ですね。これは重要です。これをしないかするかで、するかしないかで、全くもって変わりますので。全然変わってきますね。もう、すごいですよ。うん。これやるとやらないとね、全く違う。あと、当然、さっき言ったプラスチックのダイソーのやつとかもそうですけど、もうあれ自身もやっぱ乾燥させる。風呂場に置いとかない。風呂場は基本的に。風呂場に置いとかない。湿度高いところに置かない。うん。風呂場は基本的に湿気が多いんで、やっぱり、まあ、プラスチックだったら錆びないですけど、やっぱり金属とかだったら錆びるんで、なるだけ乾燥させて保管する。俺もだいたい3日に1遍ぐらいひげ剃るんですけど、まあ、やっぱそこら辺はしっかりやっとかないと全然持ちが違いますね。面白いぞマジで。面白いぞ。これハマると本当にヒゲ剃り楽しくなるからね。ちなみにダイソーのヒゲ剃りの買えば、こちらもさっき言った 10枚で100円で売ってるんですが、そちらが、これでございます。まあ、先ほどの俺のブロマガにも書いてあるんですけど、これです。ちょっと表記が違うんで気をつけた方がいいです。これなんです。これ、ここヘアカッター専用買えばって書いてあるでしょ。これ両刃カミソリ用カッターって書いてないじゃないですか。だがしかしこれなんです。これがぴったり。これが10枚入りで売ってます。100円で。で、これヘアカッター専用って書いてあるけど、全然専用じゃなくて、これ両刃カミソリで使えるんで、これは嘘です。ヘアカッター専用っていうのはこれ嘘です。これ
ごまかしです。本来は、ヘアカッターの、なんかあるんですよ、アマゾンで。こういうなんかやつに、ここに2枚パパってやって、なんか、髪を切るみたいな、用途で販売されてるんですけど、それと、まさに一緒なんで、買えばこれです。多分場所が違ったりするんで。探した方がいいです。カミソリのその、カテゴライズじゃなくて、化粧品とかのカテゴライズにあったりするんで。ヘアカッターですか？よく見つけたね。うん。まあ、全く同じ、すごいマイルドなやつ。なんで、うん。やっぱりね、最近はやっぱり両刃カミソリどころか、もう4枚刃とかのやつが普通に使う人いるでしょ。あれと全然違いますから。マジ。全然違うんで、両刃カミソリ、4枚刃カミソリとか、ジレットのね、カミソリとかだと、すげえ高いんすよ。替え刃がね。しかも、剃ってる時に、4枚刃だから、よく毛が挟まったりするんです。わかるでしょ。4枚刃カミソリ使ってる人だったらわかるでしょ。毛がとにかく挟まる。おまけに深剃りもできない。両刃カミソリは、はるかに深剃りができて、なおかつ、マイルド。まあ、ものによっては、すげえ、切れるやつあるけど。ものすごいマイルドなんで。これは絶対買った方がいい。男だったら、これ男の特権ですよ。いや、特権でもない。まあ、特権みたいなもんだな。うん。これ男の特権なんで、これやった方がいいです。絶対。ヒゲは。だから、ヒゲを永久脱毛する気がむしろ起きなくなる。ヒゲ剃りが楽しくなるんで、ヒゲの永久脱毛する人いるけど、あれしない方が、むしろ、よくねって話になるんです。ヒゲ剃り自体が楽しくなるから。これはマジです。ダイソーの大ヒット商品やん。せやね。有名な生主さんに、俺、おすすめしましたからね。その人は、ジャンクマンさんっていう、ジャンクマンっていう人が生放送の、ゲーム生放送してるジャンクマンさんっていう有名な人がいるんですが、その人に、両刃カミソリを俺が教えて、で、その人はものすごい、喜んでくれて、最初やっぱ慣れないから、切ったりしてたんですよ。しかも、その人が、まあ、俺ダイソーのやつもおすすめしたんだけど、先ほど言った、アマゾンで800円ぐらいの、フェザーの、方も、まあ、進めたんです。この二つを進めたんです。で、その、ジャンクマンさんが使ったのが、フェザーの方、超上級者向けっていうか、まあ、上級者向けのやつを、使ってっ
るらしいんですけど、上級者向けだけあって、最初はすげえ、血だらけになったらしいんですけど、今はもう、慣れて、すごい、喜んでますね。まあ、要は慣れなんです。割と、要は慣れなんです。慣れなんです。ただ、初心者は、もう絶対ダイソー、買った方がいい。っていうのは俺の教えです。まあ、俺みたいに敏感肌じゃなければ別にまあ、あんま切れないかもしんないけど。少なくとも俺はかなり敏感肌なんで、すぐ消えちゃうんです。面白いっすよ。だからこれ今見てた人は、本当に、多分一つ趣味が増えたな。一つ趣味が増えた、増えるぞ。ダイソーの商品でここまでクオリティ高いやつないです。ここまでクオリティ高いやつないよ。本当に。ここまでクオリティ高くて、すげえ商品ないよ。ヒゲ剃りが趣味って発想はなかったな。うん。だから実際、ヒゲ剃りが趣味の人結構いますからね。まあ、2チャンネルとかね、見る限りだと、さっきみたいにこうやって泡立てるやつ、バー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 って立てて、バーってヒゲ塗って、で、両刃でバーバーって剃るみたいな。あれがもうすごい楽しくて。そのジャンクマンさんも言ってましたね。ヒゲ剃るのが楽しくなったって。まあ、俺はただの、あれだから。もうなんか、ハマっちゃうととことんハマっちゃう。とことん。まあ女性でもほらやっぱりムダ毛処理とかするでしょ。ただムダ毛処理してもさ、そんな深剃りとか求めねえじゃん。例えば。もっと欲しくなってきた。な？脇の毛とかさ、脇毛とかさ、あそこの、まん毛とかさ、剃るときに、やっぱり、そんな深剃り求めねえじゃん。だけど男はやっぱり、ヒゲっていうのがやっぱあるんで、深剃り求めるんですよ。で、最終的に深剃りを、求めた先が、一番深剃りできるのは結局一枚刃、両刃カミソリっていうことになるんです。深剃りを求めていくと最終的な到達点は両刃カミソリになってなる。だからまあそういうことっす。
で、まあ、ダイソーだったら100円だし。まあ、ちょっと、やってみる価値は、ありますね。うん。やる価値は十分あると思う。買う価値は十分あると思います。まあ、ヒゲ剃りが楽しいって。電気シェーバーとかでやってたら別に思わないでしょ。ヒゲ剃りが楽しいってさ、電気シェーバーだったら絶対思わないです。だから本当にいろいろ俺買ったもんね。さっき見せたやつ3個あの金属製のやつあれ、全部7000円ぐらいしましたから、777で、7321だから2万1000円ぐらい使ってる。両刃カミソリだけでもハマりすぎて、あの、いろいろ買ったんですよ。で、結局、肌の感じとかさ、あの、人それぞれだから、結局どれが一番いいかなんてのはあくまで自分の感想でしかないんですよ。他人がそのこれが合うとかっていうのはやっぱないんで、自分に合うかどうかなんですよ。うん。だからダイソーのやつでもね、あの自分に合うか合わないかなんてのは、あの、わかんねえです。だから、まあ、合わなかったってなったらなったで、まあ、それ仕方ねえ。ただ、100円で、あの100円を惜しむかどうかですね。そこで100円を惜しむか惜しまないかでだいぶあの人生のあの分岐点になるから。今までそのジレットの4枚刃使ってねえひげ剃ってる人はあの両刃カミソリ使ったことない人ばっかりですから、本当に両刃カミソリっていうのはいかにすごいかっていうのはわかんないです。やったことねえが、何でもそうじゃん。やったことなきゃ何もわかんないです。そのゲームが、あの、面白いかどうかなんて、あくまで他人がね、面白いっつっても、俺が自分自身やったら、いや、面白くねえな、ってなることだって、たくさんあるじゃないですか。それと同じで、知るっていうことは、かなり重要なんです。いわゆる無知というのは、無知って罪ですね。よく言うじゃん。なんか、無知は罪なりみたいな。それと同じで、知ることと知らない、知る人と知らない人ではもう、あの、雲泥の差があるってことですね。
だって知らない人はゼロなんですから。知ってる人がたとえ1だとしても、ゼロは何回かけても、1にはなんないですから。やっぱり紙巻きだと本数増えるね。そう、本数増えるんですよ。これが、本数増えるんだ。もうなくなっちゃったよ。ほら、もう JPS さんなくなっちゃった。だから無知っていうのは罪なことです。知るか知らないかでもう雲泥の差がある。雲泥の差があるということです。だからこの世の中にはたくさん俺の知らない楽しいこといっぱいあるんだよ。いいね、俺の知らないこといっぱいあるんだよ、楽しいことは。ただ俺知ってないだけなんだよ。知ってないだけだからた楽しくねって思ってる。知らないだけ。いっぱいあるのに、楽しいこといっぱいあるのに俺が無知なだけです。65個目さんいらっしゃい。俺は無知なだけなんですよ、ただ単に。人生つまんねえなとか、クソみたいな人生だなって言うやろ。あれ、ただ単に俺が無知なだけなの。俺が無知なだけなんですよ。それと同じ。無知。知らないことってたくさんあるんです。数えきれないほど。放送見てればわかる。ん？放送見てればわかる？俺が無知だってこと？何それ、俺ディスってんの？何それ、俺をディスってるんですか？俺が無知だってことを、それディスってんの、それ。まあ、無知は罪なんです。無知とはいかにバカなことか。よくわかるでしょ。放送何年も見てるけど見えてるからわかる。え、どういうことそれ。それどういうことそれ。無知無能じゃないし。紙巻きだとピースが最高にうまいですね。
いや、だから無知は無能なんですよ。無知っていうのは無能な、あの、愚かなことですよ。知らないこと、知らない無知な人間は愚かです。無知は愚か。主さんって無知無能じゃないよ。何年も前からロムってんのかい。ロムさんですか。ワンヒッターでもピース吸えるの？考えない、しようとしない人は無能。それはわかる。終了まであと5分になりました。お、よくわかったな。ワンヒッターってよくわかったね。しました。30分延長しました。これワンヒッターはこれあれですよ。いいですよ、これこれピース吸えますよ。これで吸いますよ。よくワンヒッターって分かったの。こちらワンヒッターです。ワンヒッターっていう、あの、あれね。名前で。こちらがちなみにショットガンです。これが、よう知ってんな。ショットガンとワンヒッター。これが、ショットガンが、アマゾンで500円ぐらいで売ってる。あの、あれね、シガレットホルダー。で、こっちは、あの、ワンヒッターっていう名前のガラス缶ですね。ガラスの、あれです。うん。よくわかったね。いや、そう言われると、あれですね、照れますね。そう言われると、照れますね。はい、こちら。ウイスキーで加湿したショートピース。これショートピース。加湿したやつ。あぶれる。ここに刺します。ちょうどいいんです。これで吸います。先ほどまで、このショットガンと、このワンヒッターを、なんだ、漂白剤につけておきました。あの、どうしても、ほら、あれ、汚れが溜まるでしょ。ね。汚れるでしょ。あのヤニで、このガラス缶、
で、ヤニートリには一番あのいいのが、塩素系漂白剤です。あの、ブリーチとかね。一般的にブリーチとか。あれだとよく取れるんで。思ってね、トラジとかね、落ちで聞く放送より聞いてられる。あ、本当に？ありがとう。なかなかいないっすよ。あの、そういう人は。なんだろう、思って空気感が優しいんだよね。嘘ないし、まずそこが安らぎ、信用、寝落ちで聞いてられる。ああ、そういうことね。まあ人間は素直が一番です。まあ素直が一番つっても、大体素直で、素直だったとしても、まあ叩かれる人間ですけどね。叩かれるじゃないですか、何でもそうだけど。素直がゆえに叩かれることってあるじゃないですか。だから素直すぎてね、あの、思ったことを全部言っちゃって、ああ、っていう。よくあるんですよ。よくあるんです。そういうの。昔働いた職場で、なんか思って、やっかい、柔らかい、やっけいもんでできてる。素直なことを言うとダメなんです。まさかの鉄でできてない。まさかの鉄でできてない、俺が。だから結局さ、何かさ、あの、人間関係ってさ、あの、嘘ついてさ、なんぼのもんみたいなのあるよ。嘘つかないで素直なことを言ったらね、あの、人間関係って崩れるじゃないですか。俺も昔の職場であったわ、マジで。素直すぎて思ったこと全部言ったら、大変なことになった。大変なことになったな。大変なことになったからな。キュア鉄でできてない。深く長く眠ると思って、やっけい素直なキュアキュアでできてると思う。ああ、それは本当にありがとうございます。そう言ってくれるの。どんな
そう言ってくれんのはお前だけだよ、マジで。いや、あのね、昔ね、働いた職場で、結婚してた、女性がいたんですよ。結婚してた女性が、22歳ぐらいの女性がいて、俺が確か20、あれどうだったっけな。まあ、いたんすよ。で、しかも社内結婚で、社内に、結婚相手がいたんですよね。いるんですよ。で、その女の人に、あまりにちょっと俺が好きだったんで、好きでね、なんとかその会話をしたいと思って、会話をしたんですけど、その会話が、ね、まあちょっとまずかったんですね。あれ、なんつったんだっけな。ああ、俺の先輩の男の人がいて、その社内で。で、その先輩のことを出しに使ったんですよ。その先輩が、ああ、逆に嫌われた感じです。その、俺が好きなその女性社員はもう結婚してるんだけど、その女の人に、俺が、こう言ったんですよ。誰々っていう先輩が、社内婚は触るとろくなことにならない。うん。その、先輩が、俺の先輩が、その女性に、言ってましたよって。すげえ、なんか、毎日セックスしてるって言ってましたよって。毎日その結婚相手と毎日ね、セックスしてますよって言ってましたよって。言ったら、そこまで良かったんです。そこまで良かったんですよ。これ全部作り話なんですよ。俺が考えた作り話。で、その女の人からしても、その女性からしたらさ、その男のさ、先輩はさ、先輩なわけですよ。だから悪いこと言えないわけじゃん。で、毎日毎日セックスしてるでしょって、聞きたいって言ってましたよって。毎日セックスするんですかみたいなのを、聞いたんです。その先輩を出しにしてね。あ、やばい。気分悪くなってきた。やばい、ちょっと気分悪くなってきた、マジで。酒飲みすぎだ。でね、それでね、言ったらね、でね、それ言ってましたよって言って、その反応が聞きたかったんですよ。で、その後に、俺が、いや、実は、その話、嘘なんですって。俺が作った作り話なんですよ。言っちゃったんです。
反応という速さを求めた自分の言葉を公開してるんだね。やめられない言葉がピュアピュアなのか、それとも大人じゃなかった自分の発言を悔やむ気持ちの葛藤。やまいれない経験者ですか？ああ、久々にゲロ入った。ああ、きつい。結局さ、言わなくていいことまで言っちゃったパターンね。ああ、気分悪い。ああ、ゲロ吐いた。ああ、久々にゲロ吐いた。もうやめよう。終了。今日は終了。うわ、気分悪い。久々にゲロ吐いたわ。それじゃあ、皆さん、バイビー。